はい、始まりの真っ黒クロスケです。別に大したことじゃないんですけどね、ここ来たらね、マルチツール拡張する、スロット拡張がね2個出たんですよ。そんで、もしよろしかったらここ確保しておけば、結構マルチツールの拡張ってさなかなか出ないじゃないですか。だからここ持っておけばね便利じゃないかなと。必要な時どうぞお使いください。52.19 68.80、 あと そのままポータルに取っちゃうか。まだマルチツール、ここから出るマルチツールはね全然ダメ、使い物にならんす。ただマルチツールのスロット拡張が2個出るから、あとはゴミが出なかったですね。ナノマシンだったけどですね、出たのはね。今からあれをってセンチネル墜落船をちょっと見てきます。どこだ、ここか、なんかいいの出てるかな。あとここはねユークリッド銀河のかなり、ほんとかなり端っこですよ。それこそ一回飛べばもう本当に銀河の外に出ちゃうくらい端っこにいますんで、まあそういう目的に使ってもいいですね。何やってんだろう。そうそう、このね今ちょっと嵐で見えないんですけどね、これ変わってるですよ。なんて言うんだろう、それこそこれは和の色ですよね。藤色じゃないんだよな。それこそ美大の方でなんだ、なんて言うんだろう、和の色っていう、そういうのに詳しい方だとお分かりになるでしょうけどね。本当藤色じゃないんだよな。変わってるですよこの色。さ、だからねこれのいいのをちょっと出したいなと思ってるんですけどね。あ、ほら、ここ見ていただければ、これ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 、マルチツール拡張スロットがね2個出ます。ここでこの色、綺麗な色ですからね。綺麗な色なのかな、変わっているっていうことには違いないですよね。これの A クラスか S クラスを出したいな。あ、ここが目的地になっちゃったのか。そっか、あんまりあれだね、密度が濃くないね。密度がね、墜落船の密度が少ない時って同じとこ何回も何回も指定してくるんですよね。仕方ないな、ちょっと大きく飛びます。相当飛ばないと同じとこばっかり指定するから。ここどこだ、さっき作った基地はどこだ。アップロードしてないのかな、もしかして。アップロードしてなかったんですよ。あー、やばいやばいやばい。どこだろう、これ。これかな、もしかして。かもね、ちょっと行ってみよう。
違う、うわ、どこだ、あ、これか、そうだそうだ、これだ、え、これなのかな、そうだね、これだね、びっくりした、あるな、何恥ずかしい、嘘でしょ、なんてつけよう、なんて言うんだろう、英語でマルチツール拡張スロット、あれどこだ、あ、ここか、なんてつけましょうね、ツールのエクステンション、皆さんが分かればいいんだよね、ということにしましょう、名前はツールエクステンション、これでよし、とこれでいいな、ということで、まだちょっとこの薄紫の機体探してみます、もしいいのが出たらまたこの動画の後ろにでもくっつけてアップロードしようかな、どうしようかな。